はい、これからこのジャングルの中はタイガー、ワインとゾウといないから、でも一応ね、ヘビいますね。宮古島はヘビにいますね。でもどこヘビはいないからね、ご安心してくださいね。ガイドです。今から詰まったところを見て、赤い花が咲いてます。これは宮古島の桜だよ。すごい綺麗だよ。名前はテイキンザクラと呼んでますね。ここ花はすごい綺麗でしょ。ね、一年中が咲いてますね。はい、一年中咲いてますね。はい、じゃあすぐ行きましょうね。出発します。あら。はい、そしまして左はね、大きなモンステラの木になります。すごいでかいですね。モンステラね。もう自然が多いからね。ゲットの花もいっぱいいます。はい、テイキンザクラもいっぱい左に見てください。いっぱい咲いてますね。綺麗でしょう。とても綺麗な花ですね。はい、そしまして有名な花、今からご案内したいと思います。こっち左見てください。これ、ナツメヤシの木です。あとはバナナの木をご案内します。そっちはバナナですね。バナナですね。バナナの木。なってますね。バナナの木ですよ。はい、じゃあ今からそっちをご案内します。今から有名の木をご案内したいと思います。お客様ご存知と思います。ガジュマルの木ですね。ガジュマルは、お客様左に見てください。パチ。お客様、こっちガジュマルよ。ガジュマルの木ね、左で。はい。そうそうそう。これ今ちょっと斜めになってますけど、沖の台風来たのね。4年前ですね、70メートルの台風。だからそのままね。そう、食べたってね。そう、かわいそうけどね。はい。で、この花見てください。すごい。これ綺麗は、この花の前は大極城と呼んでますね。大極城ね。綺麗でしょ。大極城ですね。これ沖縄一番有名な花よ。はい、すごい。どうですか？綺麗でしょ、ね、どうして綺麗っていうのは、赤から最後は黄色になります。ね、見て、一番変わるの黄色になってますね。そう、だから有名な花ですよ。最後はね、綺麗になってきます。すごい綺麗でしょ。はい、黄色いね。赤から黄色になります。OK。ショートです。Working。OK。じゃあ、これからまっすぐ行くと、今からね、右曲がったところは、黒い家の中入ってきます。その中入りますと、有名な植物一つ、今ご案内したいと思います。この植物の名前は、大谷渡りと言いますね。右ご覧ください。客様、ここ大谷渡りですね。ここになります。これ一番葉っぱとしてね、天ぷらとして食べることもできます。結構ね、宮古島の植物いろんなね、食べるしね。アロハ。あ、ごめん。